乗り物酔いとは、航空機、列車、自動車、船舶、遊園地の遊具など、各種の乗り物が発する揺れなどの加速度によって、体の内時にある三半期間が刺激されることで起こる、体の諸症状である。学問的には、動揺病あるいは、加速度病と呼ばれる。紀元前3から4世紀頃から確認されている病態であり、平安時代の書物の中でも、 銀車で乗り物酔いを起こす貴族の姿が描かれている。船酔いに関しては、19世紀になり、蒸気船が普及するようになると、小船の時代には目立たなかった。それが、深刻な社会問題となった。小船では、穂が横揺れを抑え、船を安定させる役割を果たしていたものの、蒸気船では、それがなくなったためである。また、風に対して逆行できる、蒸気船は、荒れた海では、 不快な揺れ方になる上に速度が向上したことで揺れに対して順応する前に到着してしまうことも悪印象を生む原因となった。乗り物酔いが発生する仕組みは諸説存在するが完全には解明されていない。主に以下のような症状が起こる。これらの症状は乗り物から降りるか長時間乗り続けると次第に回復する。乗り物別の酔いやすさには個人差があり。 例えば自動車には全く酔わない人でも船舶には酔いやすかったり、列車や飛行機には全く酔わないのに自動車には酔いやすいという人もいる。無重力化での動揺刺激による失調もあり、宇宙酔いとも呼ばれている。これは通常の乗り物酔いとは異なり、短時間で吐き気や頭痛といった症状が出るというものである。空酔い対策の体操をするパイロット訓練生。ありがとうございます。